はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書参照テスト対策やっていきます。で、大きな問題が1個なんですが、まあ小問4つですね、ありますので、ぜひここで1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらってちょっと厳しいと思う問題がある方は、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、このタイプの問題ですね、これすっごく有名な、まあ有名というかよく出てきます、このタイプ。定期テストもそうなんですが、まあ模試とか、まあ、実力テストとかもそうですね。で、確かに、まあ後ろになればなるほど、4番に向かえば向かうほど難しくなるんですけど、ぜひ数学が苦手な方、もう3番までは解けるようになってください。自分の力で。ぜひお願いします。この問題解けるようになって損すること本当にないので、まあ他の問題もそうですけど、ぜひね、まあ説明聞いてもらえたらと思います。で、まずですね、自分がよく言うのは、このタイプの問題ってこうやって、まあグラフが書いてあるんですよ。で、問題文今回3行なんですが、わりかし、ここにね、情報がいっぱい載ってるんですよ。で、もし、まあ真似してくれるんであれば、ここに載ってる情報を全部こっちに書き写してください。なんでかっていうと、例えば問題解いててさ、こう確認するじゃないですか。グラフ見たりとか。グラフ見て情報見て、グラフ見て情報見てってやると、頭がこんがらがりやすいし、時間かかるんですよ。だったら、ここに載ってる情報全部そっちに書いちゃって、もうこっち読まなくていいよねって、ここだけで勝負しようって、してしまった方が頭の中がシンプルに考えられるので、もしよかったら試してください。で、例えばどんなことを書くかっていうと、A の座標がマイナス3の0。ちょっと今回版書量が多いんで、ちっちゃく書けてごめんね。もしパソコンの方で見にくかったらね、全画面表示お願いします。で、C が0の40、0の4分の15。みんなシャーペンでいいからね、あの色変えなくていいからね。で、それが直線 L でしょ。で、B を通る直線 M、ここを通る M、これね。こいつが Y イコールマイナス X プラス6です。だから、まあ直線なんで、X プラス6って書きます。で、LM の交点 P ですよね。で、情報だけだったらこれで終わりです。終わりなんですが、ぜひですね、これ、直線が、ね、の式が書いてあったら、もう自動的に、よし、切片書いておこうって思ってください。なぜかっていうと、この M の切片はここですよね。ここっていうのは、Y イコール AX プラス B の部分が切片になるので、ここの座標、まあ、アルファベットは置いてないけど、0の6ってすぐ分かります。で、もしね、もし慣れてきたら、そんと、これね、切片って中学校で言うんだけど、マニアックな言い方をすると、Y 切片って言います。まあ、Y 軸とぶつかってるからね。で、その分、X 軸とぶつかって、X 切片って呼ぶことがあるんですけど、まあ、こっちのぶつかってるところも、出せたら出してほしい。で、出し方を覚えてください。これは、X 軸の上に乗ってるので、Y 座標は0ですよね。X 軸の上だから。Y 座標0。ってことは、この直線の Y 座標0だから、ここに0代入しちゃえばいいの。これ消しちゃうけどね。0イコールも揺れてるね。マイナス X プラス6ってやると、持ってくれば、X イコール6ってすぐ出るから、ここ6の0ってすぐわかるのね。で、もちろん、書いたのに使わないじゃんっていうことも大いにあります。あるんですけど、逆に書いておくと使う場面に出くわした時に頭の中をこんがらがずにスッて解くことができたりする。だから、もし直線の式が書いてあったら、切片少なくともこっちは使う使わないに限らず書いておくといいかなと思います。個人的にはね。では行きましょう。これ4問入るかなっていうかなり心配なんですけど、1番行きます。まず直線 L の式求めよう。こいつです。L の式で出ないね。で、これは Y イコール AX プラス B って直線は基本的に置くんですけど、切片が4分の15って分かってるので、スタートは Y イコール AX プラス B ではなくて、4分の15って置いて始めます。切片分かってるからね。で、こいつが、あと A、これ通るよね。A 通ってる。この直線はね。だから、マイナス3の0を代入していいので、代入します。そうすると、Y のとこに0、X のとこにマイナス3だから、こうなる。で、こっち持ってくると、3A イコール4分の15。
両辺3で割りましょう。そうすると A イコール4分の5になります。傾き出ましたね。だから B はもともと分かってるので Y イコール4分の 5X プラス4分の15と、あ、下の線がちょっとギリだったこれ本当入るかな、大丈夫かな、これでギリギリ入るかな、 OK だね。これが L の直線になります。で、出せたら書いておくといいです。直線の式ね、書き込むの。 Y イコール4分の 5X プラス4分の15ってね。そうすればもうここを読む必要もないし、ここをね、後で確認する必要もないからさ、もうここだけで全部情報詰まってるからね。よし、じゃあ2番行きましょう。で、次、点 P の座標です。で、P はどこかっていうと、交点ですね。L と M の。交点の出し方は、その直線の連立方程式です。もうこれは繋げてください、頭の中で。交点って言われたら連立方程式ってね。つまり、こいつとこいつを連立します。で、基本的にこの直線の式の連立っていうのは、Y イコール Y イコールで Y が揃ってるから、引き算すれば Y 消えるからすぐできる。やりやすい連立なんですけど、こっちが分数なので、まあ分数得意な方はね、そのまま言ってもらっていいんですが、まあ分数苦手な方というか、こう計算ミスが出やすいとこなので、まあこっちを4をかけて、ちょっとありますね。4かけると 4Y イコール、これね、5X、プラス15になります。で、4y になっちゃったから、じゃあこっちも 4y にしてあげようってことで4かけてください。そっちもね。そうすると、4y イコール、向こうはマイナス 4x、プラス6だから24。こうなりますね。で、x 左側に持ってきてって、いつもね、みんなが解く形に変えても構わないんですが、もう 4y 揃ってるし、だから引き算してこっちを0。で、引き算すると、9x、間違え、マイナス9か。こうなる。だから、これ解くと、x イコール1になります。これ9持ってきてね、x イコール1になる。で、それを代入する、どっちかに。で、これは元々の式、4倍する前のこの式でもこの式でも代入して OK なので、これが一番簡単だよね。で、そこ、x に1代入すると、y イコール、マイナス1プラス6になるから、y イコール5ってすぐ出せます。こうやってね。で、x 座標、y 座標、すぐ出てきたから、p の座標は1の5ですよって。5でしゅよってダメだよね。っていう風になります。で、これも書き込んでおきましょう。まあ、青で出したから、青でいい。1の5って書き込んでおいてください。で、3番です。もうこの流れはすごく有名で、直線の式出させたりして、で、点 P のね、交点の座標を出して、三角形 PAB、まあ、どっかの三角形の面積出しなさいっていう感じ。もちろん、上のやつがなくって、いきなり三角形出しなさいって言われても同じ道をたどります。いい？で、PAB どこかっていうと、今ここ。PAB、ここね。三角形の公式っていうのは、底辺かける高さ割る2、もしくはかける2分の1ですね。つまり、今、底辺どこかって言ったら、底辺はここです。ここ。底辺ね。で、高さは、一番高いとこから下ろすから、ここの長さです。簡単な方から行きましょう。高さが簡単です。なぜなら、P の座標が分かってるから。P の1号っていうのは、この原点から1号ですよね。1号。今、なぞって分かるように、1号だから、ここ5です、当然。だから高さすぐ分かります。そのために P を出してる。高さが欲しいからね。で、底辺です。底辺は、こっからここの長さなんですけど、これぜひ覚えて欲しくって、これね、関数のグラフの時に、真横の線の長さ、斜めとかダメね。真横です。真横の線の長さを出したかったら、右側にある X 座標から左側にある X 座標を引いてください。いい、引くんです。右にある X 座標から左の X 座標を引くの。そうすると、6-3になるから、9になります。だからそこの長さは9なの。で、もちろんそんなのやらなくても、こうね、原点があって、こっからここが6だよね。座標6だから、6でしょ。
こっからここ、座標はマイナス3ですけど、長さ、距離は3つ離れてるから、ここ3なの長さ。つまり6と3で9。それでも構わないんですけど、この右から左を引くっていうのは覚えておくと、もっと難しい問題でも使えますので、よかったら覚えておいてください。つまり三角形、PAB の面積は、底辺9。9かける高さ5でかける2分の1もしくは割る2で OK です。だから約分1個もできないので2分の45これで終了となります。でちなみに今問題にねセンチメートルっていう単位どこにも出てこないでしょ。その時面積に単位つけちゃダメです。これで丸になります。ただし問題文に例えば一目盛りを1センチとするみたいな1センチメートルとするって書いてあったらセンチメートルを使えっていう合図になるので単位をつけてください。平方センチメートルってね、いいかな。でもう一個おまけで言っていいですか。今真横の線っていうのは右側の X 座標から左側の X 座標を引きましたよね。同じようにまっすぐ縦の線も出せます。例えばこれいっぱい詰め込んじゃって申し訳ないんだけど、みんなにとって有益なところ、使えそうなところだけ覚えてくれればいいからね。こういうまっすぐ縦の、今こっからこの距離出そうと思ったら、上にある Y 座標から下の Y 座標を引いてください、これも。いい、上から下の Y 座標を引くの。だから今だったら6引く4分の15ね。だから、4分の9になるのかな？っていう風に出せます。いいかな？もしよかったら覚えておいてください。じゃあ最後ね4番、最初にも言ったように数学苦手な子もこの3番までこの三角形の面積出すとこまではぜひねできるようにしてください。で余裕があればこの4番もお願いします。で最後はだいたいこのセットで最後ね1個出てくるんですけど、 P を通って三角形 PAB 今の面積を2等分つまり半分にする直線の式を求めなさいっていう問題。だから P を通る直線ってシュッシュッっていっぱいありますよね。その中でもこいつを三角形を真っ二つにしたいの、半分に。でどうするってなるんですが、これは面積を半分にするってどうすればいいって考えるので、どうすればいいかっていうと底辺をちょうど半分にすればいいんです。だから今この AB っていう長さの半分、多分この辺かな、ちょっとずれたかな、もうちょっと右がいいまあこの辺でしょうか。それを通るこの直線を求めれば、あの三角形真っ二つにできます。面積を。底辺を半分にしたいんです。だから、今、この場所の座標が欲しいの。で、今、底辺半分って言ってるから、半分にするのは中点ですよね。AB のちょうど真ん中の点、中の点って書くやつ。中点。で、中点の出し方もぜひ覚えてください。ちょっと M って置いて、今、中点 M ね。出し方は、今、A、こいつと B、こいつの中点を出したかったら、いきますよ。X 座標を足して、今、足すと3ですよね。マイナス3と6足して3。それを半分、2分のをつけてください。2分の3。で、Y 座標も同じなんですけど、今0と0なんで、結局2分の0にしても0だから、こっちは0なんだけど、それぞれ X 座標を足して2で割る、Y 座標を足して2で割る、それが中点の出し方です。真ん中の。だから M これすぐわかる。で、あと P1 の5を通るから、こいつと1の5を通る直線の式を出せば、あと終了だよっていう流れになります。で、これは切片がわからないので、Y イコール AX プラス B って置いて、ちょっとね、分数めんどくさいんですけど、やっていきましょう。まずこれ、代入すると、0イコール2分の 3x プラス b。x じゃない。a だね。で、あと1の5を代入すると、5イコール a 足す b になります。まあ、2分の3だけだから、このまま突っ走ってね、引き算してもいいんですけど、一応まあ分数警戒して、上を2倍します。0イコール 3a プラス b。なんか最後に来てミスってるよ。2b ね。で、B を揃えたいので、下2倍します。もちろん A をね、揃えるために3倍しても構わないですけど、2倍して、10イコール 2A プラス 2B。で、引き算すると、マイナス10イコール A か。だから A はマイナス10ってすぐ出てきます。いいかな？で、出てきて、それをまあ下の式の方が簡単ですね。
ここにマイナス10代入すると、書くか、一応ね。5イコールマイナス10プラス B。だから、B イコール15になります。で、A と B が出ましたんで、直線の式は、Y イコールマイナス 10X プラス、よいしょ、15と、なって、これで終了となります。多分動画ちょっと長くなっちゃったと思うんですけど、最初にもね、言ったように、本当に有名なタイプの問題なので、個人的な希望としては、数学が苦手な方も3番までは、自力で解けるようになってほしい。できれば4番をね、覚えてほしいんですけど、まあ、ひとまず大事なことはね、まあ、直線の出し方とか、交点の出し方、交点だったら連立するよとか、で、三角形の面積出すとき、底辺の長さ欲しかったら、真横だったら、右の X 座標から左の X 座標引くんだよとか、いいね。で、面積半分にしたいときは、底辺。まあ、この問題だったら、底辺を半分にしたいから、中点求めるためには、X 座標を足して2で割る。Y 座標を足して2で割る。っていうんで中点出ますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回は中学校2年生の3章テスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、一回、この章ここで一区切り。まあ、後でね、また動画足すとは思うんですけど、一区切りになります。で、本編の方では、まあ、2年生のね、数学全部も取り終わってますので、まあ、そっち使ってもらったりとか、あと他の章のテスト対策も取っておりますので、もしよかったらね、他の動画もぜひ使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。